んだ。ああ、ワンタイムイベント終わってぐちゃぐちゃになったもんね。調査しに来たのかな。あ、チューブだ、タバ。ん？ケミテレ。大丈夫？そんな近づいて。何にもないわって。作ったと思ったか。すっごい、なんかフィシュッティック、我々の病院ヤスリみたいな感じのじゃん、見た目。うお、シンプル来た、残っている戦士と矢をかき集めるがいい。おお、何かか、せいぜい抗うことだ。かっこいい。うお、ベルブみたい。しかし我々が到来すれば思い知る。残されるのは、残されるのは無のみだ。無のみ、無のみって来たー、バトルパスー、かけとけ、メンバーとけて、そうそう、クラに入ってたから無料でもらえるんだ。やったー、いいねー。あ、これはあれ、マイシューズですか。
そんなもんか。ページ5、ページ5。お、ユニコーンだ。ファビアスパークルメン。かわいい。これは？これのスタイルチェンジ。ページ5でゲットできるのか。お、これもいいね。このスラッシュ。なんかいい。これは？え、もっと。爪の手入れ。おー、これ僕にぴったりだ。猫は爪手にしないといけないかな。やったね。ファビアスパーク、あー、これあれだ。スタイルチェンジか。お、すげえ。え、色づい。僕似合わないこれ。ほら、みんな見て。いいね、このグライダー。これくるのスタイルチェンジ。ページ7、ロケットサイエンス。これもかっこいいね。お、お猿さんだ。チンパンスケ。ええ、いいコスチュームだね。だっけ、お、なんかピリピリしてる。なんでなんだ、中のバナナが。これあるじゃん、あのシュッシュポッポみたいなエモーツでいけるね。これ後ろつながれるんじゃないの、友達とかと。僕似合わないほら。かわいいね。これもとも。で、これがツルハシって感じか。ページ8。どうね。なんか、アナと雪の女王のエルサみたい、見た目。これは？おう、ツルハシ。いいね。こんな感じか。ページ9。ページ9。おお、すごい、スタイルチェンジだ。めっちゃ見た目変わるね。これもチンパンスケ。お猿さんのスタイルチェンジ、ここでもらえるのか。これがエモートで。あ、なんかベノムみたいだね、これ見た目。なんか無駄ち茶番で作りそう、ベノム VS カーネージとか。なんかそんな感じで作りそう。いいね。今回のティア100スキンはこのカーネージってやつみたい。すべての話を受けたわ。ゲットー。で、他にもすごい急なフィッシュ、こんな感じで色々色変えられるんだ、今シーズン。お、なるほど、キャラクターネクスみたいな感じに変えられたりできる。すごい。マイナスは何なの。おー、いいね、この仕様。これ現実登場だって。何なのかな、すごい気になる。なんか女スキンだね、髪長いし。で、ボーナス報酬、あ、これあれだ。でもまだここら辺はハテナになってる。気になるね。